まあ最後のチャンスだなっていう、はい、そうですね。まあその、まあ、この前の試合終わってもう負けてやめようと思って、でもうや、なんだろう、普通に、まあ、先のこと考えて、そしたら連絡来て、もう一勝負最後にやってみないかって言われて、まあもう最後チャンスなんで、だったらやろうかなっていう感じで、はい、ここで負けてたらもう、いつまでたっても変わんないと思ってたんで、はい、まあやめるつもりでいました。いや、もう堀尾選手に負けた時点でもう僕は格闘技やめようと思ってて、はい、前回の4月で K1 で負けて、もうすぐにでも試合したくて、で6月に、まあ、今回の日6月12日に試合やらせてくださいってお願いして、そしたらこのトーナメントがあるよっていう感じをいただいて、よし来たと思ってやってやるってなって、でまあ後日対戦相手決まって、まあ匠選手で、ずっと匠選手には再戦をしたくて、でさらにモチベーションが上がって、ベルトとリベンジマッチで、今はもうすごいモチベーションが上がってって感じですね。やっぱ普通だったら本当、まあ、堀尾選手と誰かで王座決定戦っていう形なのかなと思ってたんですけど、まあ、そこでトーナメントになったっていうのはやっぱ自分にチャンスが来たっていうことなんで、まあ、そこはやらない理由はないかなっていう。クラッシュが好きだからかな、クラッシュの会場の雰囲気が好きですね。別に後楽園でも前やったフェイスでも、まあ、全て含めてクラッシュっていうものが好きかな。K1 出た時はなんかすごいアウェー感がありましたね。まあ自分勝手にですけど、クラッシュはホームリングだと思ってるんで、なんかやりづらかったですね、 K1 っていうのは。今はもうクラッシュのベルトを取ることしか考えてないんで。僕はずっとクラッシュで試合してきたんで、やっぱその中で一番になりたいっていうのはもうずっと思ってたんで、まあ、ただ本当に去年の夏戸部選手に負けて、でまあちょっとしばらく試合しなくて、でまあ2月の試合は勝ったんですけど、まあ別に勝ってどうなるっていう別に試合でもなかったですし、で4月に堀尾選手とやって負けて、やっぱ本当日本国内でもう全然苦戦してるようだったら、もう本当にやってても意味ないなっていうのはあったんで、もうそこのとこで上に行けないんだったらもう見切りつけようかなと思ってたんで、はい、まあそれで今回こういうチャンスが来たんで、もう本当にラストチャンスでやろうかなっていう感じで。いや全然悔しくなかったです。その時はリーグ戦出てた時は、まあ、一応挑戦者っていう感じでベルトにはかかってたと思うんですけど、その時は別にそんなことは意識してなかったですね。何が何でもベルトを取る、その気持ちが強いですね。いやもう実力的には全然取れると思うんで、もう最後気持ちですね、はい、本当に正直戸部選手も堀尾選手も自分もレベルはそんな差はないと思うんで、まあでもここで差がないようだったらやっぱ世界にはいけないし、そこで一つ頭抜けないとっていう感じですね。勝ちに対する執念やっぱ足りなかったかもしれないですね。まあボクシングですよね、パンチスピードもあるし、あとは試合の運びがうまいなっていうふうに感じましたね、前回戦った時も。はい、梶吉選手は自分が
戦ってきた中で今まで一番もうパンチが硬くて、まあ結構嫌な相手ですけど、まあ問題なく勝てると思うんで、てか勝つんで、とりあえず怪我だけしないように、でしっかり8月万全の状態でベルト取りに行こうと思ってます。うん、そうですね。まあ実際やってみないとわからないけど、うん、勝つことしか考えてないかな。結果的に勝つのは俺ですね。まあ上がってきてほしいのはやっぱり戸部選手と堀尾選手ですけど、まあでも実際まあ圭介とかも強いんで正直わかんないですよね、 A ブロック。まあそうですね、わかんないですね。とりあえず上がってきてほしいのは堀尾選手か戸部選手、はい、やっぱリベンジしたいんで。たとえ、まあ、同じ別ブロックだけど同門の優馬くんもいるけど関係ないかな。55キロの全選手の中で俺が一番このベルト欲しいっていう気持ちは誰にも負けないですね。まあそうですね、それはあるんですけど、まあでもやっぱクラッシュでベルト取んなかったら多分 K-1 もないし、この先の格闘技人生もないし、まずはクラッシュのベルト取って、そこから格闘技生活スタートできればなっていう感じですね。もう年齢も26になるんで、本当そろそろスタートさせないともう意味ないんで。クラッシュはクラッシュで、いや別に何も考えてないですね。そこは別に K-1 今はそのクラッシュのことしか、このベルトのことしか頭にないんで、他のことは考えられないですね。そうですね、もう何が何でもベルト取るって感じですね。まあ俺そんな喋りうまくないんでうまく言えないですけど、まあ楽しみにしててほしいですね。